こんにちは、ハッティです。今回はこの2021年春夏モデルから新しく出たキャプリンクールメリノをご紹介します。もう冬が終わって早くもう3月下旬になりましたが、この季節は登山とかアウトドアメーカーから春夏モデルが出るタイミングですので、私は今いろいろなメーカーの新製品とか新色を見たり買ったりしています。私が好きなパタゴニアも2月下旬ぐらいに2021年の春夏モデルが発売されまして、印象としては正直そこまで目新しい商品は多くなかったんですけれども、その中でも今日紹介するこのキャプリンクールメリノは完全に新商品になります。私はこちらが発売されてすぐ購入しまして、今回の動画では普段使いとかランニングでこの1ヶ月間使用したファーストインプレッションと私が持っている他のキャプリンシリーズとの違いを簡単にお伝えしたいなというふうに思います。こちらまだ発売されて間もなくて、実際使用した感想などユーザーからの情報が非常に少ないと思いますので、もしご興味があればご覧くださいといった感じで、私のチャンネルではこの他にもたくさんのパタゴニアアイテムや特に軽量に特化した山の UL ギアを多く紹介しています。こういった分野にご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらを着用しながら基本的な商品概要をお伝えしていきます。基本的なスペックはこんな感じになっておりまして、キャプリンクールメリノは2021年春夏モデルから出たパタゴニアの完全に新作のベースレアになります。なんといっても特徴なのが、素材にメリノウールを 65% 使っている点です。パタゴニアの中でメリノウールを使ったものは、例えば秋冬メインのキャプリンエアというものもあるんですけれども、個人的にはこちらはパタゴニアの中でも珍しくメリノウールを使った商品なのかなというふうに思っています。で、続いてこのクールメリノは一応3タイプありまして、私が持っている半袖の無地のタイプと半袖のグラフィックありの T シャツタイプ、あと無地の長袖タイプです。私はこれからの季節も使いやすそうだったので、半袖のこの無地のタイプを選びました。一応重量は 111g と意外と結構軽いんですけれども、この生地の感じはですね、このしっかりめで厚さもですね適度にあるような感じです。で、肌触りは結構サラッとした感じになっていまして、いわゆるメリノウールのチクチク感はほぼ感じられないです。私個人が感じる着心地としてもパタゴニアのキャプリンシリーズの中でも個人的には好きな方です。続いてこのキャプリンクールメリノと他のキャプリンクールシリーズの違いについて、あともこちらを1ヶ月間使用した感想をお伝えしたいと思います。他のキャプリンクールシリーズとの違いに入る前に、そもそもキャプリンシリーズは何なのかっていうことをかいつまんで説明しますと、まずキャプリンはパタゴニアの機能的なベースレイヤーシリーズになりまして、登山とかトレランとかスポーツ全般の1枚目に着て活躍するウェアになります。このキャプリンの中でも暖かい季節に来るクールシリーズと寒い季節に活躍するベースレアシリーズがありまして、数も多いのでこれからの季節に着るクールシリーズの中で比較しながら今回お話したいと思います。キャプリンシリーズの全ての商品の紹介や比較動画は今後上げようと思っていますので、ご興味のある方はぜひそちらお待ちください。はい、まずパタゴニアのクールシリーズはこのクールメリノを合わせて全部で4種類ありまして、私もそうだったんですけれども、いまいち違いとか使いどころが分かりにくいです。ですので、今回簡単にスペックを表にまとめてみました。一応この4種類の中でも、私の中で大きく2つに対別できまして、ライトウェイトとデイリー、そしてメリノとトレイルです。まずはライトウェイトとデイリーを簡単にご紹介します。今持っている左がライトウェイト、こちらがデイリーになるんですけれども、個人的に今まで使用してきた印象では、このライトウェイトとデイリーは、ランニングとかトレランとか激しいスポーツで大量に汗をかくシーンで使いやすいです。というのもどちらもポリエステル 100% なので速乾性が非常に高くて、あと生地も結構薄いのでクールダウン効果が高いのが特徴です。またこちらのどちらも肌触りとか着た時の印象もスポーツウェア感が高いです。で、こちらのライトウェイトとデイリーの違いは大きくは生地の薄さになりまして、ライトウェイトは極限まで薄いので真夏の方よりパフォーマンスの求められる運動に適しているのかなというふうに思います。続いてこちらのクールメリノと今着ているトレルの違いなんですけれども、ここはちょっと難しいなというふうに思ってます。素材的な大きな違いとしてはメリノはその名の通りメリノウールを使っていまして、このトレルはポリエステル 100% を使っています。
ですので、こちらのクールメリノは、このメリノウールが持つ暖かさとか防臭効果とか、あと調湿効果が求められるような場面に使うのがベストかなというふうに思っています。例えば登山の重装とかだと1日2日同じ服を着るっていうことも結構あると思うんですけれども、やはりポリエステル 100% は汗の匂いがきつくなりがちなんですけれども、こういったメリノを使う方が匂いも抑えられますので、重装とかそういった場面ではこちらのクールメリノの方が適しているのかなというふうに思います。逆にこのトレイルの方はクールシリーズの中でも一番厚手の素材になりまして、見た目も結構コットン風で、肌触りも街着で着るウェアに近いなというふうに思いますので、個人的には普段使いとかそこまでパフォーマンスが求められないような徒歩での登山とかに適しているのかなというふうに思います。で、保温力に関してはこのメリノとトレイルで大きな違いは感じられないんですけれども、トレイルの方がやはりちょっと厚手なので暖かい印象もあります。ただこちらのクールメリノもやはり素材自体がメリノで保温性もありますので、こちらの2つは保温性の違いで選ぶというよりも、例えば着た時の印象とか、あと素材が持つ機能性の違いで選ぶのがいいのかなというふうに感じています。はい、最後にこちらのクールメリノを1ヶ月間使ってみた印象感想なんですけれども、やはり素材にメリノウールを使っていますので、パタゴニアの春夏のベースレイヤーの中でも少し独特だなという印象があります。やはり他のベースレイヤーはポリエステル 100% で速乾性が高いので、こう汗を素早く乾かしたりとか、それによってクールダウン効果が得られますので、やっぱりこう夏のランニングとかトレランみたいなものに向いてるかなと思ってるんですけれども、それよりもこちらのメリノはもう少し落ち着いた登山とかに向いてる一着かなというふうに思っています。登山であれば標高差があると暑い時とか寒い場面が結構入り混じりますので、そういった時に体温調節もしやすいのかなというふうに思っています。メリノ素材を使っていますので、他のベースレイヤーよりも値段は張るんですけれども、日帰り登山や重装登山をやられている人がこれからの季節に使いやすい一着かなというふうに思います。はい、以上がパタゴニアのキャプリンクールメリノの紹介になります。もし今日の紹介で気になればぜひ試してみてください。はい、こういった形で普段からパタゴニアのアイテムや登山やファストバッキングに使える軽量なギアを紹介レビューしていますので、もしこのチャンネルが気に入りそうであれば、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。